はい、皆さんこんにちは。今週も始まりました FM 那覇かなさん堂 with おしりとバーベルの時間です。この番組はフィットネスをもっと身近に感じてもらい、少しでも多くの方に興味を持ってもらうため、フィットネスについて楽しくお伝えする番組となっています。この番組はスポーツ栄養サプリメント会社アルプロン、高タンパク低カロリーの肉料理専門店菊肉の提供でお送りします。かなさん堂 with おしりとバーベル、メイン MC を務めます浦添市実着のサロンドシャルムというエステサロンでトータルビューティーアドバイザーをしています、かなさんこと小橋川かなです。よろしくお願いします。そして一緒に番組を盛り上げてくれるのは、那覇市アジャリバースのトレーナー、現役のフィジーク選手でもある大輝こと半芸師大輝。はい、お願いします。マインドボディ沖縄のパーソナルトレーナー兼カウンセラーのサックこと佐久川正幸。はい、お願いします。はい、今日もこの3人で楽しく番組を進めていきたいと思います。高タンパク低カロリーの肉料理専門店菊肉です。菊肉はトレーニングしている方、ボディーラインを維持したい方、ダイエットをしたい方に喜んでいただける高タンパク低カロリーの肉料理をご提供いたします。あなたの筋肉に菊肉を、詳しくは沖縄菊肉で検索。アルプロンはスポーツ栄養サプリメント会社、ドンキホーテやスポーツゼビオなど全国3000店舗でプロテインを中心に販売中。販売累計3000万袋突破。毎日飲むものだから安心安全なプロテインを、さあネットで検索アルプロン。はい、今日も先週に引き続き3人でお送りしていきたいと思います。はい、あのですね、今日、はい、多分3人とも今減量中なんですよね。ああ、さっきもだよね。3人ともそう、私もなんですよ。私も先週、も今週先週先週からの末ぐらいからちょっと減量に今実験中な感じですよ。私は実験中。はい、どういう感じの実験ですか。どうやったら落ちるのかなって。私ダイエットしたことがなくて、はあ、だからどうやってちゃんと絞れるかっていうのがわからないんで、ちょっと早めにやってみようかなっていう感じで。うん、で、すごい困ることがあるんですよ。何でしょう。子供にご飯あげるないといけないじゃないですか。はい、同じご飯食べれないです。そうですね、結構ね、ねえ、子供たちずっと育ち盛りだから、うん、も揚げ物とかめっちゃ食べるわけ。あ、好きっすもんね。そうで、量もめっちゃ多いし、うん、じゃあチャンプルーとか揚げ物とか、うん、あんなのばっかり作ってるんだけど、うん、自分は食べれないでしょ。うん、じゃあみんなどうしてるのかなってめっちゃ気になって。なるほど。インスタグラムで筋トレ男子たちを、うん、インスタグラムをよく見るんだけど、みんな自炊してるわけ。うん、筋トレ男子はすごいよね。みんな自分でご飯作るじゃないですか。みんな作ってると思います。ねえ、はい、なんで思いますね。作ってる人が多いよね。うんうんうん。それは何、やっぱり家族への負担を考えてですか。どうですかね。まあ結局は、うん、やっぱりなんていうんですかね、まあパートナーがいる方なんかは思いやりで味付けがちょっとプラスされてくると、まあ思いやりを、うんうん、思いやりあんまりいらない、いらない、いらない。それ言えないんだよね、うん、なんかね。やっぱ食べるから、うん、食べてしまうと結局やっぱり目的としている大会に間に合わなかったりするので、うんうん、まあ、結局はもう作ってしまうというか、うん、作らないといけない、うん、でさっき私のところは奥さんも同じものを食べる。まああのコンテストだったら違いますけどね、うん、あのちょっとしたダイエットの時なんかは、うん、まあ、うん、同じように、うんうんうん、量だけあの、うんうん、少ないので、うん、大輝はどうする。僕は、僕の嫁さんも今ダイエットさせていて、させている。実は今、うん、あの2人目産んでた時はもう53キロあったけど、今47キロまで減量できてます。で今ね、結構させてるってどういう感じでさせるの。させてるというか本人があのおしゃれしたい、おしゃれしたい、まあ、このまあ好きなジーパンがあると、うん、あったらしくて、それを履きたいと、うん、でもまだウエスト周りとかが入んないからダイエットしたいと、うん、で目標は44キロまで、うん、6月までにね、うん、
身長いくつ？身長が154。あ、結構ちっちゃい、うん、もっと大きいかなと思って、うん、で今ねこのダイエットにもねゾーンがあるんですかね、どんどん落ちていく、どんどん落ちていく、うん、そういうなんかねゾーンがあるから、ね、うん、だからね今の今僕と同じ食事をあのほぼ同じ食事を、いやだ大気と同じ食事でもねやっぱり僕の食事はあの美味しいんで、本当、はい、あの誰でも続けられる食事となっておりますので、じゃ あ, あれ誰でしょ、プロテインのシェーカーに入れて飲んでるやつでしょ、まあそうですね、あれ全然美味しそうに見えないけど、まあでもね、美味しいんですよねそうなんだ、うん、自分でさ自炊できない人はどうしたらいいんだろうね、おう、まあねそういう人もいますからね、うん、料理が苦手だったりとか、はい、うん、とかは時間がなくてとかね、仕事帰り疲れて帰ってから何食べていいかわからないとか、うんうんうん、どうしたらいいんでしょう、金谷さんどうしますか、いや私はもう金谷さんのその立場だったら、私の立場だったらそのプロテイン飲んで寝る、おお食べはしないんですね飲む、疲れ切ってたらあまりにも、もう食べるのにも疲れてる、疲れるんですよ私、うんうんうん、それがいけないのかもしれないけど、うんうんうん、プロテイン飲んで寝るとか、うんうん、お味噌汁だけ飲むとか、うんうん、そういう感じかもしれない、金谷さんお味噌汁好きっすよねお味噌汁好きじゃあ温かいもの基本夜は温かいものを食べたいんですよ、あ夜はね、うん、冷やさない、体冷やさないように、温かいも食べたして満腹感とかも得られる、満足感も得られるじゃないですか、うん、まあ、汁物はね結構、そうだからやっぱりお味噌汁とか汁物を夜は取るようにしてますね、あ、うん、うん、なるほど、うん、今コンビニもありますか、ありますからね、なんかコンビニだったら何がいいの、コンビニね、佐久川くんはコンビニだったら何買いますかコンビニあの糖質制限してるんだったらまず成分見ますよね、うん、まあなるほどね、あの例えばレジの横にあるなんでホットスナックっていうんですか、うん、あれもあのネット見たら成分表書いてるんで、うん、あれ見て、うん、糖質制限だったら糖質が絶対少ないものから選ぶ、うんうんうん、まあ、何焼き鳥とか、焼き鳥の塩とか、うん、まあ、ちょっとなんか甘やかしたい時なんかは、甘やかしたい、なんていうんですか、ジャンボフランクみたいなちょっと糖質入ってるけど、いい、ね、一応練り物なんで、ね、まあ、あの、あんま取りすぎたらちょっと塩分添加物が多いんで、あの少なめにはするんですけど、うん、まあ、そういうものとか、あとゆで卵とか、うん、売ってますね、あとなんか結構最近コンビニ糖質制限中であれば、うん、あのいろんなのがあって結構売ってるよね、アーモンドとか、うん、くるみとか小分けであるんですよね、うん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 、結構その辺とかうん、いいんじゃないかなと思って、うんうん、結構、まあ、使ったりしますけど、いいですね、私も最近スーパー行っていろんな物色してたんですよ、うん、そしたらやっぱこんにゃく麺とか、うん、あ、はいはい、カロリーゼロ麺みたいな、うん、ありますね、うん、いっぱい売ってて、しかもパスタもあるし、うん、ラーメンもあるし、はいはいはい、なんか一応お家に一応置いてあるよ、いくつかは、おこのパスタとか、お一応は置いてある、いいですね、まだ使ってないけどさ、おだから、そっか、結構あるんだなっていろいろ見てみたら、最近もう健康志向になってますよね世の中がね、大輝は何買うの僕はコンビニ行ったら決まってます、あのサラダチキン、うん、もうこれもう味をね、うん、もうプレーンです、僕は、うん、もうカラムーチョ味とか何そのドヤ顔バジル味とか、なんかもうこんなのはもう味がちょっと濃いと思うんで、うん、やっぱりプレーンで、プレーンで、あとは、まあ、納豆巻きとか、 あとなんだろう、まあ、納豆巻き多いかな、サラダも野菜もあるからね、うん、まあ、サラダもあるんだけど、うん、僕野菜嫌いなんですよね野菜嫌いなんで、海藻は好きなの、海藻は好きです、野菜は嫌い、好きというか、まあ、うん、野菜は嫌いなんですよ、そっか、はいあのなんかあれさ、デザートとかもあるさ、いっぱい、うん、糖質最近、そういえばね、コンビニってすごいっすよ今、いちご売ってるんですよ、フローズンいちごっすよ、凍ってるいちご、うん、すごくないですかいや、フローズンいちごとか、うん、あのブルーベリー凍ってるやつとか、うん、マンゴーとかも置いてるとこあります、うん、そう、あ、変にアイス買うよりもこうなるかって食べた方がいいっすよ皆さん、そっか、うん、いいね、そう、うん、アイスなんかさ、ダイエットしたことないから、う
今までそういうなんか欲を抑えたことがあまりなくて、うん欲のままに生きてきたから、はあ、なるほど。じゃあダイエットし今まで別にそんなに欲さなかったものを欲するようになってしまって、うん我慢できてたはずなのに、うん、我慢っていうかアイスクリーム別にそんなに食べたくならなかったのに、うんうんうん、急に食べたくなる、うんうん、食べるなって言われたら食べたくなるみたいな。なるほど。なりますね。なるよね。心理的に、ね、それみんなうん、みんなっていうか、うん、あるある、まあ、そうなる人の方が多いかもしれないです。なんか普段は全然我慢できるのに、なんでこんな食べたく、うんうん、食べれたいんだろうってずっと頭の中でアイスのこと考えてされてる、うんうん、でもそれがまあダイエットの最初じゃないですか、うんうん、それがだんだんこのダイエット食と自分が食べたいものがだんだん一致してくるんじゃないですか、うんうんうん、そしたら体も多分なんかうまくこうコントロールできるんじゃないかな。うん、か最近もひたすらプロテイン頼りっぱなしの私の体は、うんまあ、プロテインもやっぱりあの、まあ、効率的にとか、うんうんうんまあ、食べれない場合は何も、まあ、ただ水だけ飲むよりは絶対プロテイン飲んだ方がいいし、うんうんうん、さっきのなんかあのねあのフローズンのフルーツ、うんうんうん、ああいうのもなんかね例えばグラノーラあるじゃないですか、はいはい、グラノーラ好きな人多いと思います、ね、ああいいですね。グラノーラって砂糖多いじゃないですか、うんうんうん、よりは例えばオートミールと、うん、オートミールと、うん、このフローズンのフルーツに、うん無糖とか無脂肪のヨーグルトとか、うん、ああいいですね。その方が絶対いいです。昨日グラノーラ買ったよグラノーラミルクかけます？僕かけないですね。私ヨーグルトそのままいきたい。脂肪ゼロのヨーグルトそのまま美味しいっす。そのままグラノーラそのまま食べるの？うん。なんで？お菓子代わりにガリガリ食べる感じ、うん、美味しいっすよあれめちゃめちゃ。でも糖質制限中にあれダメでしょ。そうですね。そうですね。グラノーラまた、はい、あの例えばプロテインあるじゃないですか、うん、プロテインを、ヨーグルトに混ぜて、うん、それをかける。ああいいですね。そしたらタンパク質も一緒に取れるってこと。取れる取れる。私今日グラノーラヨーグルトかけて、うん、プロテイン飲んでだからなんかお腹もポチョポチョしてた。ああなるほどね。BCA とかでもいいですよね。ああ美味しい。あのなんなんつうフルーチェでしたっけ。あんなっぽくなりますよ。ああえどういう意味。あのストロベリー味とかなんか、うん、あのフルーツ系の味が多いじゃないですか、うん、BCA ね、うん、BCA はだからヨーグルトに混ぜると別にシロップかけるより、うん、ああそういうこと。なるほど、はい、ああすごい。やってみよう。お家にあるあるやん、うんはい、やってみる。あのどう味がちょっとどうなるかは。じゃあなんかほら2人とも減量を毎年してるわけでしょ。はい。私からしたらもう初めての体験なわけ。あ去年なんて全く減量もせずに出てる人だから、うんうんうん、だからどうもう迷うんだよね。もう何、うん、自分に何が合ってるかも分からないし。まあそうですね。それはもうね実験でしょ。実験自分に合ってるのを実験するしかないっすよね、うん、そうです。で私からしたら手っ取り早く食べないのが早いんじゃんって思ってしまうわけ。うんそれだとやっぱり筋力も落ちていくじゃないですか。そうですね。食べないダイエットは一番良くないですね。良くないよね、うん、そうそうそう。だからそれで今何食べようかなって悩んでいるところです、うんうん、どうしましょう。どうしましょうどうしましょう。どうしましょう。まあちょっとこの悩み自体のこのなんていうんですかね、あの幅が広すぎる広すぎるまあこの例えばこうテーマちょっと絞っていきながら、うんまあ、コンビニだったらやっぱ結局サラダチキン、うん、まあもう絶対ですねこれは、うんうんうん、全然スーパーのこんにゃく麺とかでもいいの？栄養足りない？やっぱり優先タンパク質じゃないですか、うんうん、まずはね、うんまあ、体重1キロあたり、うん、大会出るんだったら、まあ、最低でも2グラムが必要です、うんうんうん、2グラム。そうですね。でこれをまず足していてから、うん、じゃあもうちょっと何か食べたい、うんだったらじゃあ麺を食べたいどうしても、うん、だこれこんにゃく麺で紛らわすとか、うん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 、だったらまだいいと思うんですけど、うんうん、最初からこんにゃく麺だけ、うん、とかこれはダメ。そうですね。あ、うん、じゃあゆで卵とサラダチキンとこんにゃく麺とかあったら全然いい。そこのタンパク質がちゃんと足りてればそれでもいいと思います、うんうんうん、でも足りなかったらゆで卵とサラダチキンとこんにゃく麺どういうあれですか。なんか一応とりあえず食べとく、タンパク質食べとこうみたいな、あとブロッコリー食べとこうみたいな、うん、で最後にも足りんかったらプロテイン飲もうみたいな。こんにゃく麺美味しいっすよ、うん、美味しいよね。美味しいっす。あの焼きそばみたいにしてやったりします。チャプチェとかこんにゃく麺って白滝っすよね。白滝なのあれ。いやわかんない。違うよあれ。こんにゃくでしょ。あ違うね。おからとこんにゃくとかで作ったやつ。そっかそっか、うんうんうん、僕こんにゃく麺知らないの。ちょっと
となんか、まあ、一応白滝っぽいですよ。あ、白滝で代用しようとしてる。僕は白滝食べてましたね、あの去年の大会前は。どんなスタイル？おでん。いやもうおでん、コンビニのおでんのやっぱね、何か別の食べたいと思ったらコンビニのおでんの白滝だけを全部買うって。大輝のおじのコンビニは白滝がなくなるわけ、ね、結構僕白滝おじさんって呼ばれてるかもしれないです。白滝おじさん。お兄さんじゃない、白滝兄さん。みんなそうなんだね、いろいろ試しながら、うん、実験しながら、はい、あやってみたらいいんじゃないですかね。はい、はい、じゃあちょっと一旦 CM にいい、ね、いきます。はい、はい、次のコーナーに行きたいと思います。今週の Q&A、はい、何でしょう。サック、質問来てますか、ね、あの先週、はい、ね、こう質問遅れと、うん、あの言ったから、うん、あのしぶしぶか分かんないですけど送ってきていただいております、はいはい、ありがとうございます、はい、ラジオネームしげさん、はい、ありがとうございます。質問です、まあ、いつもラジオ楽しませてもらってますと。はい、嬉しい、ありがとうございます。このマッスルの皆さん見てると、うん、毎日こうトレーニングして素晴らしい体で、うん、すごいなとこう感心してるみたいですね、はい、感心してますと、はい、で、あの私も頑張って筋トレしたことありますと、うん、あるんですけど、うん、モチベーションが上がらずなかなか長続きしません、うんうんうん、皆さんは何を目標にトレーニングしていますか。うん、まあ、前もちょっとこんな目標とかの話をしたんですけど、で、あと筋肉の最終形態は何ですか。ゴールってことね。ゴールね、ゴッドかもしれないですスーパーサイヤ人の話が、はい、で教えてくださいということですね。なるほど、はい、金井さんどうでしょうかね。私は今の目標は大会出場なんですけど、うんうん、やっぱり一生見せられる、見られても大丈夫な体でいたいなっていうのが最終形態なのかな、うん、若く見られたいじゃないですかやっぱり、うんうん、だから多分無理に絞って大会出るのは30代かなまでかなって私は思ってます、うんうん、40からはもう綺麗な体のラインを維持するための筋トレにしようかなって思ってますね、うんうん、特に仕事上人にやっぱ見られる、うん、憧れられるっていう立場で仕事がも、うん、私の仕事は持ってるのでそれは絶対崩し体型崩したくないんで、うん、そういうのが私の最終形態かな、うんうん、見られてるっていうのはやっぱり一番のモチベーションアップにつながるのかなと思ってますけど、見られてる、うん、人に。大輝はいかがですか。僕はそうですね、ゴール、まあ、モチベーションはやっぱり、まあ、トレーニング室で輝ける体を作るっていう前もまああの一目置かれる大学の時にやっぱり練習は試合のように、うん、試合は練習のようにって教えられてたんで、うんトレーニングでは試合のように輝く、うん、試合ではトレーニングのように練習みたいに、うん、リラックスして、はい、なんか何言ってるんですかね僕ね最終形態を知りたいわけ最終形態、大輝のゴールはいつなの。僕のゴールはないっす。そうじゃないですか。皆さんあります。だから私はさっき言ったさ、やっぱり自分の納得いく体ができるまでないっすね。その納得いく体っていうのは、うん、全然まだまだ遥か先にあります、まあ、年齢に応じても変わってくるだろうしね、うん、その目指すものとかね、うん、なので、うん、ここでは言えないっすねなんてこう言ったらいいかわからないな。難しいっすよね、うん、サックはねえ目標
目標っていうか、まあ、目標って未来見てるじゃないですか、うん、で、まあ、目標こうやって持ってトレーニングするっていうのはもちろん、まあ、いいことだとは思うんですけど、うん、なんていうんですかね、やっぱりトレーニング楽しいですよね。楽しい、いや、これをやればやっぱ変わるっていう、うん、思いながらやってるじゃないですか、うんうんうん、だから結局楽しいからやってるんですよ、うんうん、だからこの楽しんでやった結果変わってきたのがまた嬉しいから続けるみたいな、うん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 、だ意外と目標ってないみたいな。まあまあそうですね、ない、うん、ない。で、もうとりあえず楽しいから今がトレーニングを楽しめるから続けてるみたいなところはあるような気がします、うんうん、でもさ、一般の人はさ、その楽しめるまでにいけないわけよ、うんうん、多分続けないられないってことは、そうっすね、楽しむっていうレベルまでいけない、いけない、多分ね、楽しめないって言ったら楽しめないですよ、うんうんうん、ああ、それは何でもそうだけどね、はい、うんうん、で、まあそういう場合に目標というかどんな体になりたい、うん、なりたいかっていうのをまずこうイメージするじゃないですか、うん、イメージしたらもうなったつもりでやったわけじゃないですか、うんうん、ああ、それは私はなったつもりでやってる、もうなったつもりっていうか私たちも多分なったつもりでやってますよね、うんうん、それ大事かも、うん、だから、うんうんうん、そうですね、はい、なんかすいません、なったつもりで、はい、やらないといけない、で、うん、どういうまずどういう風になりたいかをイメージしたら、うんうん、多分トレーニング楽しくなると思います、うんうんうん、でイメージできないんだったらやらなくていいと思います、うん、そこまで そこまで来てないんですよ、うん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 、なんかだったらウォーキングだけって言ったらあれですけど、うんうん、まあ、健康維持ぐらい健康維持でいいんですよ、うんうん、で食事もなんか何を食べたいのかとか、うん、適当に多分食べてると思うんですよ、うんうん、何が美味しいか、大樹さんだったら芋が好きとか、うんうん、そう ね、うん、まあ金谷さんとアイス食べたいとか、うん、それをまず何が食べたいかが分かっていけば、うん、じゃあこれをもっと美味しくするためにちょっとダイエットしようとか、うん、ふうに考えれるようになると思うんで、うん、なので、うん、まあ、結局楽しむことですよね、うん、そうだね、筋トレやったらやっぱ楽しくなってきますからね、そうね、うん、でね、筋肉の最終形態って何ですかね、なんだろう ね、何ですかね、生物最終形態って人間の筋肉の最終形態って ね、何でしょう、スーパーサイヤ人じゃないの、スーパーサイヤ宇宙人ですか、宇宙人出た、砂部会長が、砂部会長です、宇宙人宇宙人って言ってたから、でもやっぱりね、人と違う何かを持ってるっていうのはいいよね、うんうん、自信につながるし、そうですね、だから宇宙人って言われるぐらいの人間に なっていいんじゃない、うん、最終形態は、うん、だから私は40になっても、はい、なんか28歳って言われたい、うん、もうそれでいいかなと思って、うん、全然年取らないねって言われたいなと思って、うん、まあ結局は目標ね、うん、どんなになりたいかまず決めてほしいですね、そうですね、はい、迷ってるうちはやるなと、はい、なそのためにコンテスト見てほしいですねこれぐらいちょっとイメージ膨らましやすいと、そうだね、コンテスト見るのはいいかも、はい、あんまりかけ離れたの見るよりは、うん、身近な人が出てるの見た方がちょっとなんかイメージもついてきやすい、じゃあしげさん、うん、コンテストの応援お待ちしておりますということで、はい、はい、じゃあ一旦 CM いきます、はい、はい、そろそろ終わりの時間が近づいてきました。今日の収録いかがでしたか、うん、もうみんな慣れたからね、うん、なんかもういかがでしたかも何もないな、ね、イベントの告知などあればよろしくお願いします、いいですか、はい、4月20日土曜日、来週の土曜日ですね、沖縄セルラースタジアム那覇トレーニング室にて実技セミナーやっていきます、肩のトレーニング、背中のトレーニングのセミナーやります、今後コンテストに、チャレンジしたい方、トレーニング歴の浅い方など男女問わずお申し込みいただきたいなと思っております、よろしくお願いします、どうやって申し込みするんですか、インスタから、お申し込みいただきたいなと思っております、減量進んでます、はい、臭くないですか、大丈夫ですか、そうですね、一応シーサーフィット365、はい、はい、検索してください、
はい、はい、以上です OK です、はい、Q&A コーナーへの質問はラインアットにて受け付けております。 ID 検索で AHK5132Y、 ID 検索で AHK5132Y、番組内で採用された方には豪華プレゼントをご用意しています。ぜひたくさんの質問お待ちしています。この番組はスポーツ栄養サプリメント会社アルプロン、高タンパク低カロリーの肉料理専門店菊肉の提供でお送りしました。来週もよろしくお願いします。お願いします。